うしてここに。やつの後をつけてきたのだ。その二人といってもやつは倒せん。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少し。確かに。しかしおめえが言ってどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。貴様と組み、やつとやつの仲間二人とやらを片付けたら。ケイタさん、おはようございます。もちろんその後は貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。これ激ムズにならんか。大丈夫か。じゃあ個人的にはちょっとこっちやりたいです。勝手に。悟空、無茶をするな。三人一緒に戦え。クリリン、ダメなんだ。線路には同じに。それはそうじゃが、悟空があの者に負けてしまえば。そうだよ、クリリン。もしかしてクリリンもじっちゃんも行くの。よし、こっちから行く。そうか、ごはんくんの帽子のてっぺん。よし、行くぞ。一か八。待てよ、悟空。出てたな。ブルマ、わしらも行く。以前に武空術使えないからな。なるほどね。カカロット、貴様もう少し頭が切れると思っていたのだがな。身の程知らずとはこのことだ。どこをどう思ったら頭が切れると思ってたんやろ。やれるか。勝負っちゅうはただ強きゃいいってもんじゃねえさ。クリ、聞いた風なことを抜かかかろっとよ。貴様を仲間にするのはもうやめにしたぞ。ただの足手まといになりそうなんで我が一族の恥だ。死んでしまえ。クリルも新しい技あんのか。何？ああ、ねえ、ああ、ねえ。無理なんか。いや、これこの時間内に倒さなあかんってことかな。難しくない？父さんもいじめるな。それか死ぬ、死ぬはないよね。あの時間内に倒す。みんなかなりの力つけたみて。いつまでも俺の新技の完成度もそれぞれ磨いてきた技を。それで。え、変わったな。今、これやめちゃうやろ、そんなん。死ななかったパターンかな、僕。やめちゃう。ああ、いいぜ。ああ、だこれ。やっぱ強いな、僕。ちょっとぐらいならいけるかなって。めっちゃおもろかった。いや、めっちゃおもろすぎ。海洋拳使えれねえじゃんね。しかもピッコロも仲間になってないってことやんね。
ちゃんと仲間になってるんや。先生から離れた。そうか、ヤムチャ死なない未来や。ヤムチャ死なない未来あった。なんで仲間を殺したんだ。下級戦士一人すら始末できんやつなど俺の部下には必要ない。ほら、どうにもおめえのことが。どうやら貴様もサイヤ人失格のようだ。天津飯頑張ってるんや。どういうことだクリリン、なぜチャウズたちまで。一か八かだけど試したいことがあるんだ。まずは奴の隙を作り出す。オッケー、太陽拳当たれ。おっと、今だ奴。くそったれ、ボツの金縛りが効くくらいに弱っている。まさかここでベジータ倒す未来ですか。いや、俺たちの力で。もうら大丈夫だ。とんでもねえやつだった。貴様らの墓をかの。マジ、ナメック星人、まだそんなことをする力が。ラディッツの時と一緒やんけ。結局魔漢光さ、マジかよ。下手くそ。なるほど。クリリ、なるほどね。そいつそれで結局海王様のところに行って、悟空を蘇らすためにナメック星に行く。悟空はドラゴンボールで生き返る。ピッコロザコのまんまやんね。え、ベジータ。ベジータ、まさかこんなすぐに来るとは思わなかった。地球のドラゴンボールで蘇ったんか、悟空は。ナメック星にわざわざ行ってないんだ。カカロット、貴様が生きか。いいか、貴様ら。いいか、よく聞けよ。貴様らごときではフリーザに抵抗することすらできん。だが、俺が不老不死になればフリーザにも勝て。ふざけるな。悟空を殺したお前に。それに、ベジータや悟空よりも強い奴がいるなんて信じられないな。ヤムちゃんの声このまんまじゃない。ベジータ、どちらにして地球。またベジータ。いいにしてやる。はい。
どうなってやがる、このカカロットの強さ。ここまで俺との差が縮まっているとは。最初やったら相当苦労しとったんやろな。このなんか木貯めたらもう無敵な感じで殴れるっていう、ね、カカロット、貴様俺と共闘しフリーザを倒さない。共闘？フリーザが地球に来るまでにはおそらくまだ時間がある。その間に待て。フリーザというやつが地球を狙っているならなぜお前が先に地球。フリーザは大型の宇宙船を使っていて遅れている。俺は奴らが使えないルートで地球へ来た。それが本当なんでしょう。みんな、ベジータはサイヤ人の誇りってやつを持っている。自分よりも強い奴がいるなんて、そんな嘘をつくくらいなら力ずくで。じゃあどうやら本当に手を組むしかないみたいだな。キウイ、キウイさん文章だけ。キウイ、キウイを倒したぐらいでようやくで。愚かなやつだ。当たり。待てよ。地球で戦うとは。地球に逃れたサイヤ人の生き残りがいたと。フリ。オラがその地球育ちのサイヤ人だし。まさかベジータ。しかし私も一旦フリーザ様に報告せねば。あ、見えんかった。おい、グリだ。あ、な、今のうちなら。なっ、さい、何を死ぬからと戦っていやがる。貴様らに教えてやろう、真の恐怖というもの。なんでピンが下がってるんだっけ。ベジータは戦わんのや。ジェイフ、グルガ、ギーニル、みんな揃ってギーニル特戦隊。さあ、ヘッドアタック、ヘッドアタックって何やねん。ハハハ、クソデカヘッドアタックでした、ね、マジかよ。早速試させてもらおうかな、ベジータの力を。ああ、ボディチェンジされてますやん。ベジータ、ギニューさん、地球人よりも。わかりました。ギニューさんだと。なん？わかんねえ。こいつらの誇り、高い戦闘。ベジータの体を使っても勝つことができんとは。こうなったら、チェーン、どいてろ、カカロ。ようやくチェンジを使いやがった。おのれ、こうなれば、と、
天津飯は牛乳調査この私と…おいいことを教えておいてやる、カカロット。ほう。義乳の野郎が…変身って…あんな醜い変身とは一緒にしないでください。私は…なら、さっさとその変身を見せた方がいいぞ。全力を出す前にやられちゃ、悔やみきれねえだろう。ここまでは、いいだろう。そう。驚きなさいよ。うわ、大地で、大地？おかけそう。なんかもっと思ったよりでかいんかと思ってたけど、そんな感じなんやな。第一形態、第二形態これ。目線に。全部無限にあるよ。全部無限にあったら不老不死みたいなもんや。カカロット！ベジ。カカロット。あ、でも、他の仲間を戦わす。なぜまだ戦う、下級戦士。いいかげん、この戦いにも飽きてきましたね。そろそろ終わらせましょうか。大サービスでご覧に入れましょう。私の最後の変身、私の真の姿をご覧に入れましょう。お待たせしました。地獄以上の恐怖をお見せしてあげますよ。何をしているバカめ。最後の戦場を食いやがれ。ベジータ、きっとおめも。さっさと食わないのなら、その戦場を消し炭にしてやるぞ。すまね、ベジータ。頭に食い込んだ。貴様の方がダメージを負ってるくせに。俺に気を使いやがって。そうだ、貴様は最初からサイヤ人らしくないやつだった。仲間を守るために強さを発揮する、そんなサイヤ人など俺は聞いたことがない。何だ。ならば俺が貴様に見せてやる、本物のサイヤ人の力をな。さっきからちょっと邪魔ですよ、ベジータさん。ベジータ、花火くれ。死ね。汚ねえ花火だ。汚ねえ花火。マーキングエピソードって書いてある。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。安心するといい。貴様を殺した後、一人残らずこの俺様が地獄を見せてやる。チキショラク、魔漢光王三宝。ゴアン、ピッコロ、なんでここに。あのガキ。それにナメック星人は何だ。どこから現れやがった。ナメック星人。そうか、奴らが。よくもこのフリーザ様をコケにしてくれたな。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よし、貴
来たぞ。やべえ、悟空。しまった。こんなもの、こんなもの、こんな、こうわスーパーサイになりませんでした。勘違いするなよカカロット。俺は貴様らの仲間になったつもりはない。貴様はいずれこの俺が倒すということ。せっかまあまあパーティー、今度ベジータが姿を見せるのはオラたちと本気で戦いに来るとき、かもしれねえな。脅かす。ひとまずベジータのやつも今すぐリベ、なんだかオラ悟空たちの戦いによ。しかし悟空の